元井です。書評です。本の使い方、出口春明さんの、新書の本です。この出口春明さんという方は私は全然知らなかったんですけども、どうやら今は起業家のようですね。今はというのは今新しい保険会社を作って大活躍されてるらしいんですけども、どうやら経歴とかあと内容を読んでみると、かなりエリート社会の人のようですね。こういう表現がいいのかよく分かんないですけども、やってることは、かつてやったことは東大総長室のアドバイザーであるとか、早稲田大学の大学院の講師であるとか、それから、官僚のようなこともしてるようなことも書いてありました。政財界にかなり顔が利く人のようですね。国際的にも活躍しているらしくて、京都大学を卒業して、そういう一番最初に、やったことはなんか、生命保険会社に入ったということなんですけれども、どうも いわゆる支配層の人かなと、支配層というかそういうような感じがしました。とても頭の良い人なんですのようです。私がこの本を読もうと思ったのは何かの書評だったんですけども、これは9月に創刊されたばっかりの本で、こういうふうに衝動本を衝動買いすることはごくたまにあるんですけども、この本に関しては、書評というか読書論の本だったので、ちょっとものすごく気になったので、図書館に出るまでを、待つこともできなかったので、さっさと買ってしまって読んでみました。読んだ結果とても面白くてですね、私の、読書姿勢を随分反省させられました。何を反省したかと言いますと、例えば、著者によると、この帯のところに一行たりとも読み飛ばしてはいけないということが書いてあるんですけれども、この帯のその言葉にもちょっと触発されて、私のそもそもの読書姿勢をちょっと見直す意味でちょっと読みたいなと思わされました。著者によると、読書はその本の著者との真剣勝負で一対一の、語り合いなので、一行たりとも飛ばしてはいけないと、読み飛ばしは失礼であるというようなことを言ってますね。情報収集のつもりで、大量に早く読みたいというのであれば、それは、大変もったいないことであるというような、例えば理解度で一冊読んで 50% の理解度であるとする、じっくり読んで 50% の理解度であるとすると、早くその情報収集のつもりで読み飛ばしても 5% ぐらいの、理解度で、それが10冊読んでようやくじっくり読む人のその理解度になるというのであれば、じっくり最初から1冊をじっくり読むべきであって、読む本を選択を誤らなければその方が正しい著者との交わりで得るものが多いっていうんですね。それから速読を完全に否定している、速読というものはそういうふうに、理解度が低いので私は おすすめしないということを言ってます。だからこそ、じっくり読むからこそ、最初から積読になるような本は絶対に自分は選ばないし、本に対する選び方は、例えば名作とか古典とかそういうものを選ぶべきであって、ビジネス書は私は一切読まないっていうんですね。そういうこの著者の出口さんの読書姿勢についてもすごく感銘を受けました。私自身の今までの読書姿勢っていうのは、ひたすら多読で情報収集で名作とか古典はかなり敬遠していたので、これからちょっとじっくり古典を読んでいきたいなっていうふうに思いました。で、この本の後半3分の1ぐらいかな、いろいろ書評が載ってます。それも面白いんですけれども、読書姿勢に関するそういう著者の本の読み方のそのいろいろな体験談は面白かったんですけれども、後半のその書評はちょっと私自身はいまいちだと思いました。それはなぜかなと考えたら、やっぱり、著者がキリスト者ではないので、キリストを
基盤としたものの考え方がまずないっていうのが、それしょうがないことなんですけれども、それゆえにその書評はなんでこの本を読むの、なんでこんなことを言うのというような、そういう不満の残るような、さらりと流してるんですけれども、やっぱりキリスト者的にはその書評には、しっかりした岩の上に立ってないので、気をつけなければなというふうに思いました。大変賢い方なんですけれども、キリスト聖書的に言えば、神は、知者をその知識のゆえに捉えるという言葉があるように、この方は神を知らない、キリストを知らない、キリストを受け入れてないことのゆえに自分の知識にとらわれているという面もあるのかなというように、私の考えですけれども、ちょっと生意気かもしれませんけれども、キリスト者的にはそういうふうに思いました。書評はこの世的な視点でこの世的な感想なのは しょうがないですけれども、それゆえに星は一つ減らしましたけれども、読書に対する姿勢とか、この出口さんの読書に対する思いとかいうのは、本好きにはたまらない刺激になると思いました。星4つです。以上です。